よろしくお願いします。クイーンともみクイーンテッドプラスワン。はい。まず1曲目にですね、アートブレーキのあの曲でダックスープという曲、この曲やってみたいと思います。で、2曲目にキャラバンなんですけども、これちょっと16ビートにアレンジしましてお届けします。じゃあ2曲続けてお届けします。どうぞよろしくお願いします。すみません、曲続きじゃなくします。1曲ずつにします。譜面の用意があるから風もあるし、いいですか。チューニングしない、さっきあのね、マイクが出ないマイクとかもあったりしたから、あのちゃんと気をつけてください。
すいません、撤収しながらちょっとやってるもんで、はいはい、申し訳ないです、thank you。
どうもありがとうございました。2曲続けてお届けしました。ありがとうございます。それでは、私 の, あ の, なんていうのパートナーというか弟分というか、あの新橋の TM スタジオ TM サウンズ の, あのチームと、あと横浜タッチドラゴンチームも一緒に、あのなんだろう、係長じゃないけど、いろいろね、みんな の, あのお世話係っていうか、なんかそう足を引っ張ってる時もたくさんあるんですけど、ということで、ギタリスト7弦ギターで佐々木圭です。よろしくお願いします。はい、最近あの、ね、あの CD を1枚目の CD をね、7弦ギターの CD を出しまして、ソロギターなんですけど、はい、ぜひ2曲加わってもらいます。バグスグルーヴ1曲ずつですね。はい、じゃあじゃあそれでいきたいと思います。これは田村山正幸ベースをフィーチャリングです。Thank you.
じゃあもう一曲、三島というね、佐々木圭のアルバムに入ってるビバップ の岡村誠司さんというちょっと亡くなられた素晴らしいギタリストのオリジナルなんですけど、お届けしたいと思います。
Thank you.
ギター、野田元ギター、佐々木慶でした。素敵なオリジナルですね。ありがとうございます。ちょっと羽織ってる？あと1曲やっていいですか？すみません、じゃあ藤井真の部をフィーチャリングしまして、私のオリジナルで、これはサードアルバムに入っております。 314D 3月14日ホワイトデーに何かを受けてデリシャス、美味しいクッキーをもらってデリシャス、太ってしまったのデブのデーとかいろいろありますけれども、デーの何乗かで 314D をお届けしたいと思います。最後の曲です、どうぞよろしくお願いします。ベースがちょっと羽織ってるので少し下げてください。
手太田健、ベーシスト俵山正之、ピアノ福井智美、どうもありがとうございました。皆様、あとこの後交流会でもね、そうですね、はい、6時からの山本健さん、佐々木健ギター、イエイイエイイエイ、はい、夜もお会いしましょうね、はい、交流会で、ぜひ一緒に共演したいと思います。ありがとうございました、予定以上にまた、ね、曲をね大サービスしていただきました。ありがとうございました。福井智美クインテッドプラスワン。